サボリーの共犯者、エレンを探して会話しよう。エレンがボックスギャラクシーの近くにいる。何か特別な用事があって毒分外に来たんだろうか。これ行ってみましょうか。信頼のやつね。信頼度上がるやつね。あれ？ん？これ別件だよね。これもちょっと今関係ないからスルーしとこう。どこだ？ん？そこなんかあるの？なんか光ってる。あ、猫のやつだ。ナイスタイミング。何しようかなって考えてたらあんたが来た。なんかおごるからちょっとブラブラしよう。この間の割引券の俺だとでも思って、カラオケ屋さんだったかな、なんか割引券が欲しくてなんか店の前にいたんだよね。一緒にあちこち歩きたいと。特にしたいことがあるわけじゃない。なんか食べよう。ルミナスクエアの辛いもの売ってるとこかな。エレンと一緒に体には良くないが心の健康に有益なものをたくさん注文した。大満足だ。昼にこの店に入るの初めてだよ。写真撮り忘れた。学校の友達に今何してるのって聞かれて、写真撮ってくれない。保存しとこう。思ったよりマシかも。あんたに問題があるってわけじゃなくて、写真写り終わってるから眠くなってきた。コーヒー買いに行こう。近くのショッピングモールに喫茶店がオープンしたんだっけ。一つ買うと一つ無料だから今から行ってみない。あ、主演さんがいるこの後話しかける予定の。一つ買うと一つ無料とはコーヒーをいっぱい買うとスリーブ一つプレゼントという意味だった。それでもエレンは楽しそうだ。これ超かわいい。私のマニキュアの色にぴったりじゃん。写真アップする。写真撮ってくれと。主演さん、後ろにいる主演さんを、あ、ここから行かれないんだ。あの通行人邪魔だな。あの、こう行けば、あいついらんな。主演さんと、どういう状況？あんまり撮れないよね、この写真。ちょうど重なった。直接私のスマホに送っといた。カメラを見てない時の方が自然だな。学校の友達と写真撮るとよく私は目つきが凶悪だって言われる。あんたの中で私は付き合いにくいやつなのかと思ってた。なんといっても私はビクトリア合戦で最もサービス精神に欠けてるみたいなんだ。私と協力しているプロ棋士があんたでよかった。あんたも2つの立場で生活してるもんね。だからフォローの中じゃなくても私たちは楽しく過ごせるのかも。今日みたいにね、もうこの時間あんたと一緒にビデオ屋に戻るよ。ちょうど今夜家で見るビデオを借りたかったし。割とがっつりめのあれだな。リナからメッセージ。
リノからメール。今日エレンとご一緒だったんですか。うん。安心しました。サポートが必要でしたら私にご連絡。はい。私は今日あんたと一緒だったって言ったよね。今日はただのフィジカルトレーニングの授業なのにどうして一人ずつ出血を取ってるのさ。依頼を受けると授業とは比べ物にならない体力を消費するんだから、この程度のトレーニングは全然必要ないよ。必要だと思う授業にはほとんど出席してる。それに試験にパスできればそれでいいじゃん。リナは真面目で切れる時も怖いんだ。サボったの。あんたが私の写真を撮ってくれれば、今日は確かにあんたのサポートに来てるって証明できるでしょ。私たちが言わなければリナは知らないし怒らない。今日は私たちは秘密の日だよ。私のサボりの共犯者。お、伏線回収。タイトル回収。じゃあいっそもう1枚撮って今日の締めくくりにしようか。なるほど。お、信頼度上がった。あ、ランクアップ。あ、これいいの。ランクアップした。あ、05フォロー内でのやつだ。信頼度がどんどん上がっていくようだ。最近ここのお客さん、このレジ前に立ってるお客さんパターンなくなってくるな。時間まだ進んでないんだ。じゃあアーカイブ切り替えて、今度は主演さんとの信頼度アップのイベント行ってみようか。ちょっと待ってよ。このパソコン内の、ちょっとこのブラウザの表示が、ちょっと待ってよ。一回切りゃいいか、とりあえず。